5.7GHz で運用するための ATV 用のトランスバータートランスバーターはアップコンバーターとダウンコンバーターとが一つになった高周波機器でトランシーバーに接続すると通信できる周波数の範囲を変換することができる。アマチュア無線ではトランスバーターは HF 帯や VHF 帯用のトランシーバーでより高い周波数帯での通信をするために利用される。 このような使い方をするトランシーバーをイフラジオという無線機の回路系統において中間周波数段の役割を果たすからである一般的なトランシーバーとトランスバーターとの組み合わせには次のようなものがある5 0ヘルツ7 0ヘルツ1 4 4ヘルツ2 2 2ヘルツ4 3 0ヘルツのための トランスバーターは 28MHz のイフラジオを使用するように設計され、50MHz、902MHz、1296MHz、2304MHz、3456MHz、5706MHz、1368MHz のためのトランスバーターは 144MHz のイフラジオを使用するように設計される、等。 トランスバーターには、送受信切り替えスイッチが回路に組み込まれているモデルがあるのに対し、外部に送受信の切り替えスイッチが必要なモデルもある。外部の切り替えスイッチは、受信用プリアンプや送信用パワーアンプといった、負荷装置を使用する場合によく用いられる。トランスバーターは、多くの場合、アンテナタワーに設置できるように防水加工された、筐体に組み込まれていたり、 電装線路での信号損失を避けるため、できるだけアンテナの近くに取り付けられるように、アンテナを指示する機構を持っていたりする。トランスバーターは、トランシーバーの持つ、周波数より低い周波数での通信にも使用できる。いくつかの超波の周波数帯は、世界中のアマチュア無線化、免許を受けた、実験局、趣味に熱中する免許を受けない一部の人々が、利用できる。こうした、 消費用のトランスバーターは一般的に HF のトランシーバーをイフラジオとして使用する。これらのトランスバーターを違法に使用して通信する人もいる。トランスバーターやトランスバーターのキットを販売する著名な業者を50音順で挙げる。かつて1980年代まで 28MHz 帯の周波数から 50MHz、144MHz。 430MHz 帯に変換するトランスバーターがトリオやヤエス無線といった当時の大手アマチュア無線機メーカーから自社製 HF 無線機の純正周辺機器として販売されこの構成で 50MHz、144MHz、430MHz 帯での通信を行っていたツボネも多かった ABCD 日本では認可されていないありがとうございます